アザスピロ酸類は海洋に生息するウズベンモーモイゼーディニウムスピノスサムによって生合成される海洋多カンエーテル構造を持つ毒素である。人に蓄積すると中毒の原因となる。1990年代にアイルランドのキラリー・ワン酸の汚染された海類を摂取したことにより、オランダで大規模な中毒が起こり、その後にアザスピロ酸が原因物質として 初めて同定された。今日までに20種類を超えるアザルイエンタイが植物プランクトン及び海類において同定されている。西ヨーロッパや北アフリカ、南米、北米の多くの沿岸地域の海類にアザルイが含まれていることが報告されている。加えて日本の海面やスカンジナビアのカニからもアザルイが見出されている。驚くことでないがアザルイの地球規模の分布は イゼデニウム属渦弁モーモの広い分布に対応しているように見える。経験的な証拠は、海類におけるアザ類の蓄積がアザを生産するースピノスサムを直接捕食したことによるものであることを示している。アザスピロ酸はハーグデ電依存性カリウムチャネルを阻害するフィコトキシンである。その他の多くの関与、フィコトキシンとは異なり、アザ類については、 ほとんど明らかになっていない。下痢性解毒と同様に、人がアザで汚染された貝類を摂取すると、吐き気や嘔吐下痢、一系錬を含む重篤な急性症状が現れる。アザスピロ三類炎体の構造、アザスピロ3-1は、ヨーロッパ以外から1998年に単に構造決定された。感情アミン、特徴的なトリスピロ構造。 そしてカルボン酸基からアジスパイラシッドと命名された。2003年に行われた合成研究によって1998年に報告された構造には誤りがあることが明らかとなった。合成された化合物は天然から単理された化合物とはクロマトグラフィーにおける挙動が異なり、核気共鳴スペクトルも異なっていた。 さらなる勢力的な NMR スペクトルの解析によって2004年に構造訂正がなされた。ありがとうございます。